健全ロボ大ミダラーは、仲間あざきによる日本の漫画作品。エンターブレイン発行の格月誌、フェローズに、2008年12月発売のボリューム2から2012年10月発売のボリューム25まで連載された。単行本は、全4巻。2013年には、10月発売の年10回間、漫画誌、春田ボリューム8から新シリーズの、 健全ロボ第2弾アックスの連載が開始。当初は基本的に多摩数月発売号に掲載されていたが、2014年3月発売のボリューム12から毎号掲載となり2016年6月発売のボリューム35まで連載された。なお、アックスはドイツ語のオーガス・サムズの略称である。2014年4月から6月までテレビアニメが放送された。詳細は、 テレビアニメを参照。人類に敵対して迷惑をかけるペンギン帝国。ペンギン帝国に対抗できるのはハイエロ粒子をエネルギーとして稼働する巨大ロボット、ダイミダラーのみ。ダイミダラーのパイロットとして選ばれたのは女の子にエッチな行為を行うことでハイエロ粒子を発生させる能力を持つ男子高校生のシン、玉橋光一。光一は パートナーのスナン・キョウコにエッチな行為をしながら、ペンギン帝国と戦うことになる。基本的には、ロボットバトルが中心に描かれているが、ギャグやエロのエッセンスも多分に盛り込まれている。作者が、コミック・ギュット、や、漫画タイム・キララ・キャラットで連載していた4コマ漫画、火星ロボ大決戦、の続編に近い内容であり、同作のキャラクターは本作にもゲスト出演している。 ペンギン帝国が建造、運用するロボット。エネルギー源はペンギン船。ペンギンコマンドの脳波によって遠隔操縦されている。ちなみに力7号は前作火星ロボ大決戦に登場している。2014年4月から6月まで ATX、千葉テレビ、テレダマ、TBK、BS11 他にて放送された。全十に話。監督を 柳沢哲也、シリーズ構成を吉岡隆をキャラクターデザイン、創作画監督を後藤順次、アニメーション制作を TNK がそれぞれ担当するなど、2012年2013年放送のテレビアニメ版、ハイスクール D、D シリーズのスタッフが大半を占めており、テレビアニメ版公式サイトでも、同作品の作者である石文和による、 応援コメントやご等によるクロスオーバーイラストと合わせそれが挙げられ、さらに最終回では同作の第3期の制作発表も告知された。ナレーションは小山力也が担当。企画は柳沢の今のアニメ界の状況に熱い男の魂をぶち込んでやらねば、という使命感から始まった。近年、ハイスクール DD のような、 おっぱいアニメばかり作るもそれだけではないことを証明したかった TNK にとって原作の厚さは2004年放送の神名月の巫女以来の渡りに船であり原作に惚れ込んだプロデューサーの河合圭介はロボットアニメ好きでも知られる柳沢へ企画を持ちかけたロボットアニメへの参加経験を数多く持つ柳沢は君が考えているほどロボットものは甘くないんだよ と忠告したが、自暴自棄気味に、原作の熱さを伝えてきたり柳沢に、監督してもらうことが前提という河合の思いに応え、企画は立ち上がった。スタッフは、緻密な SF 交渉やリアルな描写が求められる、時代に1 9 7 0年代のロボットアニメで、見られた単純明快で純粋な、面白さを目指す意味からも、宇宙空間で銃を撃ち合うようなロボットではなく、 大地にどっしりと足をつけて、殴り合うようなロボットを描きたくないか。という柳沢の呼びかけに応じた面々の参加が、河合の奔走もあって実現した。前述した、ハイスクール DD からの続投者に加え、マシンロボ、トランスフォーマー、エルドラン、そして、勇者といった各、ロボットアニメシリーズへの参加経験を持つ、メカニックデザインの山田隆博も、 柳沢の呼びかけに答えた一人である。ロボット描写は近年の作品では線が多いデザインのロボットによる高速な戦闘が多いが本作ではその逆に線が少ないデザインのロボットによる重さと巨大感を重視したレイアウトでの戦闘が描かれる。作画スタッフの間には戸惑いも起こったが柳沢の指導によって上達していった。計算し尽くされた CG では スーパーロボットの厚さやかっこよさを表現するのが難しいんです。担当するゲンガマンの魂がフィルムに乗らないとダメなんですよという柳沢のこだわりによって基本的には CG を使用せず手書きが用いられているがコクピット周りなどの設定画には 3DCG も用いられておりそれを作画の際に手書きで起こしている。またキャラクターのおっぱいを揺らすくらいなら その分おっぱいミサイルを飛ばせ、という指示を飛ばしたり、瓦礫の描写が困難な紫外線にも挑んでいる。アニメならではの新要素は、イミダラー2型の後継機、イミダラー6型の完全変形を、原作者の仲間の了承下で実現させている。スポンサーが、ロボットアニメの関係会社ではないため、放送開始前の時点で、どのロボットにも玩具化の予定はないが、二重関節。 稼働、強度を考慮したり、南極ロボにも関節を内蔵させるなど、玩具化を前提としたデザインが山田によって起こされており、各社からの玩具化の相談を待っている。ハイエロ粒子についても吉岡によって設定が深く掘り下げられており、莫大なエネルギーをもたらすハイエロ粒子をめぐっての美容室プリンスとペンギン帝国の対立がテレビアに目番の主軸となっている。 幻想装置の仕組みやペンギン計画の詳細など、原作に多く存在する謎を解決するハイエロ、粒子の設定は仲間に感心され、お墨付きをもらうに至った。また、アニメオリジナルエピソードには、ロボットアニメの王道エピソードを挿入しようという使命感から、京子とヘンリーによる種族の壁を越えたドラマが盛り込まれている。2013年12月27日にテレビアニメ化の 発表とともに、同日発売のアニメ雑誌、女神マガジン2014年2月号へ、紹介記事の掲載が行われ、テレビアニメ版公式サイトも開設された。同年12月29日には、コミックマーケット85のメディアファクトリーブースでも PV が公開され、雑誌、週刊ダミドリや、前尻尾型のバルーンが、無料配布された。2014年1月31日には、 声優やスタッフが追加発表された。同年3月14日には、テレビアニメ版公式サイトが、かつて存在した、愛生会病院の公式サイトをオマージュした仕様へ、リニューアルされた。同年3月23日には、アニメジャパン2014で実施された、最新映像上映や、トークショーへ主要声優陣のほか、スペシャルゲストとして、お笑いタレントの江頭二時五十分が登壇した。 ブルーレイ &DVD 各館収録のミニオ v ブエ PD、DVDCD。ありがとうございます。